ダンセクションの一番あの興味はですね、はい、やはりあの誰が日本人の中で一番いい成績を取るかということにかかってますからね、はい、あの得点ボードで今分からないだけに各選手とも緊張してるでしょうね。あ、そうですね。英国的な踊りですね、はい、まあ、全身交代のムーブメント大変難しいんですけどね。最近日本人選手の中にもスローフォックストローを得意とする選手が増えてきましたね。この中ではどの組あたりが？そうですね、あの篠田組、はい、そしてあの桜田組ですね。フォックストローと、得意としていると思いますね。あ、そうですか。ニューフェイスが先輩に混じってよく検討してますけどね、はい、あのドレスなんかも大変あの重要な要素なんですよね、僕はやはり透明感のある、まあ、橘選手が着てますね、黄色のドレスね、素晴らしいドレスと思いますね、